堀さん、当番はあと3回くらいですかって思います。いや、12です。12はないな、今日含めて。今日含めて、はい、12、あと12回、12回あると思ってる、出ると思います。本当かよ。僕は2戦目出ません。はい、出ません。なんせほらユニフォーム履いてねえから。いやいや、すみませんよ。あ、大丈夫です。僕はゆっくり出るんで大丈夫です。で、あと100僕は勝ってプラマイゼロになってストップ。ストップ。ゴチになります。いう予定なんで。個人順位も3位ですよ。また堀さんと兄弟になってます。まあ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 。まあいいことよ。けど12回出るって言ってるから。いや、さすがにちょっと10回ぐらいにしてる。ほら始まった、ほら兄弟喧嘩始まった、ね、これは俺の1回が重みを増してくるな。なんかだってちょっと、3位いっちゃったからね。なんかちょっと入ってきたとちょっと顔曇ってました。あ、ほんと全然曇ってない。満面の笑みだった。何か誤解をしている。そんなことはない。そんなことは全くない。ああ、なんでよかったです。まあ皆さんこれから見どころですよ。はい、この一通もよかった。いないね。いないね。本人不在。はい。いやー。来た。いないんじゃね。いないんだ。いやいや、しょうがないね。しょうがない。林さんに。あの人12回出るとか言ってたのにさ、いないんだから。いないんだからしょうがないです。何をやってるんだよ。どこ行ったの？ジャンケで決めますか、3人で。ないからもう。俺ちょっと出れねえよ。さすがに。どこ行った？支部出たんよね、それはね。それもそれでじゃんけんしてお母さんとね。そりゃそうだよね。そう、私メイクしてるから私出るしかないよね。いやいや、大丈夫、支部別にメイクしなくて。いつも一緒みたいって言われるからね。関係ないから。メイクしてるかしてないか、ここで伸びとる。遅いよ、遅いよ、遅いよ、遅いよ。もう一回行ってきて帰っちゃったよ。そう。お金は連投する気になってて。そう、もういないでしょうがないやつってね。いないからつって。ちょっと待って、まだカメラ入場のカメラがいないから。待って、森さん、一回個人首位プラス600いっといて、うん、もうああ、違う、お待たせしました、お待たせしました。一回ね、まあ、行けたら一回行ってみんなで。今日はラス回避だから。はいはいはい、ラス回避、ラス回避。ラスになっちゃうと私の下に行っちゃうからね。ラス行くと岡田の下に行くよ。よし、行ってこい。ラス回避の人、これいらないですよ。チーム内で勃発してますから。一番上の人がね、一番いっぱい出るってなってるから今ね、やばいっすよこれ。いやでも堀さんピンチ、ついに堀さんピンチ。チーム上のエピアラスできたらね。そもそも22回目だからな、これ堀さん。ずるいやつになっちゃう。もうそろそろずるい論が発動するよこれ。相手チームの点数状況を気にしてっていうよりも、むしろ3人がそれぞれ MVP が見えるかもって思ってるのがでかい。ただただ安泰じゃなくて、 MVP が見えるかもって思ってるのがモチベーションがさらに上がるから、それがいいね。俺の1回譲るのにつき1回焼肉でもいいぐらいだな。出たい試合って言って、じゃあ焼肉弁当1個だなっつってあるな。出場権を転売するうち、すみません、そうだな。転売ダメだな。やめとこう。